事件の OB が、おぼかた春子を、窃盗容疑で刑事告訴したそうです。警察が告訴状を受理すると、異例の事態になるようです。ANN は次のように伝えています。ES 細胞盗み出した。事件 OB がおぼかた氏を刑事告発。テレビ朝日系、ANN。1月26日17時50分配信。理化学研究所 OB がおぼかた春子元研究員を刑事告発しました。刑事告発したのは、理研 OB の石川智久さんです。告発状によりますと、おぼかた氏が名声や安定した収入を得るため、スタップ論文共著者の若山照彦教授の研究室から ES 細胞を無断で盗み出したなどとしています。理化学研究所 OB、石川智久さん。真面目にコツコツと研究をしている研究者の怒りを含めて、代表して刑事告発をするに至った。一方、おぼかた氏の代理人は、刑事告発されたことに関してコメントしていません。警察は、告発状を受理するかどうか慎重に検討するとしています。受理された場合、一連の論文不正問題に捜査機関が介入する異例の事態となります。